小村帰りの仕組み。いった返りは正式にはほとんどの場合たた筋痙攣のことを指したす。足がつると言ったりたたた返りという人も中にはいます。たたた返りと同じ症状は指や首、肩などでもたきます。これが心臓で起きると心室細動となり。 胸骨圧迫、心臓マッサージが必要です。熱中症の時にも小村帰りが起きやすいと言われています。小村帰りは身近で起きるのにもかかわらず、実は原因が完全に解明されていません。小村帰りの症状は、ふくらはぎの筋肉が痙攣して、固く収縮したままになり、激しい痛みを伴います。痙攣と収縮は数秒なこともあれば、 数分間続くこともあります。激しい運動で大量に汗をかいた後や、水泳の後、寝ている時にもよく起きます。大量に汗をかくと、血液中のナトリウムやカリウムなどが不足します。すると、筋肉や神経が興奮しやすくなり、ちょっとした刺激で痙攣を起こしやすくなり、小村帰りを起こすと考えられています。熱中症の時に水だけを飲むと、 血液が薄まって、痙攣を起こすのと同じ種類です。また、運動不足の時に運動した後や、ずっと立ち仕事をした後は、足の筋肉が緊張した状態が続くため、ちょっとした刺激で収縮を起こしてしまうことがあります。水泳後や寝ている時は、足の温度が下がって、神経と筋肉の連動がうまくいかないために、小村帰りが起きると考えられています。 頻繁に小村帰りが起きるときは、病気が隠れているときがあるので、お医者さんに相談しましょう。